中部地方整備局などによりますと今月19日港区邦人の庄内川で作業員が工事前に行った磁気探査で金属反応を確認し川底から3メートルほどのところで不発弾のようなものが発見されました当初海上自衛隊が調査を行いましたが視界不良のため打ち切りになっていて今日再調査の結果アメリカ製の 1000kg の不発弾であることが分かりました 新艦は保護されていて爆発の危険性はなく、今後、海上自衛隊などと日程を調整して撤去に当たる予定です。